はい、皆さんこんにちは、レイです。今日のこの動画ではインカムの話をします。だいたい1年ぐらい前になるんですけども、僕はですね、ここにあるカルドのパックトークボールドというインカムを選びましたという動画を作っておりました。その動画がこちらです。はい、これを見てもらえればカルドっていうのがどういうものなのか、どういう性能なのか、なぜこれが今ナンバーワンの性能なのかっていうのがお分かりいただけると思いますので、まずはこちらの動画ぜひぜひご覧になってください。で、今日紹介するのはこのパックトークボールド、実は新しいバージョンが出たんですね。それが何かと言いますと、オーディオメーカーの JBL とコラボをしたスピーカー、そしてそのアンプが JBL になった、さらにもっと音が良くなっちゃったバージョンというのが出たんですね。かつそれを紹介しつつ、もう一個紹介したかったものがあって、ここにあるのがパックトークボールド、これ以外にパックトークスリムっていうものがあるんですね。要はどういう人がスリムを買うべきなのか、どういう人にボールドがおすすめなのか、そして標準のスピーカーと JBL に代わってどのぐらい音が違うのかをご説明しようかなと思います。ただし YouTube のこの動画の中で具体的な音質を聞いていただくのはちょっと難しいので、できる限り似たような環境を疑似的に生み出そうと思いまして、今からこのスマートフォンをつないで、実際にこっちのヘルメットにはパックトークボールドがついてます。でスピーカーは JBL ではなくてスタンダードのもの、こっちのヘルメットにはパックトークスリムがついていて、そして JBL のスピーカーを内蔵しております。それぞれの耳元にピンマイクをつけてみた状態でスマートフォンで音楽を流して、疑似的にもしもこのヘルメットをかぶっていたらどういうふうに音が違うのかというのはあくまで雰囲気なんですが、感じ取っていただければなと思って、そこをちょっと挑戦しようかなと思います。この動画の前半部ではまずどういったメリットがあるのか、どういう人向きなのかというのを僕が言葉で解説します。で動画の最後でその音の違い、サンプルで置いておきますので、よかったらそれも聞いていってください。それではまずカルドの基本性能なところなんですけども、これはですねボールドでもスリムでも共通の話なんですけども、皆さんインカムっていうとやっぱりツーリング行く時に大人数でつないでみんなでワイワイとお話をしながら走るってイメージが強いんじゃないかと思うんですが、これまでの Bluetooth を使ったインカムっていうのは基本的には4台つながるものっていうのが世間では多かったんですけども、これはさらにもう一個ですね、未来の技術、ダイナミックメッシュコミュニケーション DMC という技術を使ってますので、15人までつながります。はい、数だけ言えば他を圧倒してますよね。でそれとですね、防水性の話なんですけど、 IP67 で防水の基準これ通ってまして、意外とですねインカム全てのものが防水性能あるわけじゃないので、僕らライダー雨の中も走りますよね。だとしたら防水の性能はあった方がいい、欲しいところなんですよね。僕の動画ではやらないですけども、他の方のですね、海外の YouTuber の方がですね、カルドと他の有名なインカムをそれぞれコップの中の水にチャポンとつけて、それが何分持つのかという実験やってました。それぞれですね10分20分30分ある程度の時間を持ってたんですけど、片方はですねプスンプスンと言ってね、 LED が変な光がして壊れちゃいましたね。カルドはそこでも持ってました。台風の中必ずしも走るかどうかは分からないですけども、雨の中僕ら走ったりしますよね。そういった場面でも心強い、要は壊れちゃ困りますよね、安いもんじゃないですし、ともすると、このつながる人数、そして防水性能という観点だけでも今カルドがトップと言っていいでしょうね。でそこから先の細かいところなんですけども、じゃあ1対1で話をするとしたらばの話なんですけど、つながる距離ってありますよね。ボールドがこんな距離、それに対してスリムがこんな距離、はい、ちょっとスリムの方がそこは劣るんですよね。でここで距離を最大限優先したいということであれば、当然このボールドを選んだ方がいいですし、そうではなくて風切り音、他の面ですよねを気にしたいということであれば、このスリムがおすすめになってきます。それではここからはボールド、そしてスリムの形の違いならではの性能差の話をします。とてもとても当たり前な話なんですけども、両方体験してみると全然違うというのが分かりますので、もし皆さんも両方体感する機会があれば、あ、その通りだったと思っていただけると思いますので、ただなかなか皆さんが全部試せるわけではないと思いますね。ここは信じてもらっていいと思います。当然の話ではあるんですけど、こっちのボールドともなると、ここヘルメットの正面から
こういうふうにインカムが飛び出るんですよね。その分の風切り音がどうしてもこれは増えちゃうんですね。せっかく僕はまあアライヘルメットの RX7X 好きで被ってるんですけども、小さなまん丸の帽体で風切り音が少なめなところが気に入っていてですね、ただこういったものを後付けしてっちゃうとここに障害物ができるので、ここの風がぶつかる音というのをずっと拾っちゃうんですね。これが結構ですね、いいものではないんですよ。ただ音楽聴けるし、なんなら電話できるし、仲間と会話もできるしってことを考えると、結局僕は風切りはあったとしてもインカムつけたくてつけてるんですが、まあ、そこでそれを簡単に解決する方法があるんですね。それがこのスリムなんです。こんなに小さいんですよ。つけてないようでしょ。これがじゃあ横向きましょう、こうなるんですよ。ほぼ見えなくなりませんか。ただこっちはですね、まあ、要はこれがついてるんですね。そんなに小さいものじゃないです。こっちのスリムになると、コントローラー、リモコン部がサイドにいて、後頭部のところに、ここに本体がついてくる。2つに分かれるんですね。1個で済ますのか2つになるのかっていう差は、大きな違いがここありますよね。あとですね、最近ヘルメットにカメラをつけてるライダーの人すごく増えましてね、すごく多いんじゃないかと思います。今モトブログやってる人とてもとても多いんじゃないかと思うんですが、そうするとモトブログで使いたいカメラの選択肢っていうのは、僕は代表例2つあると思うんですね。1つが僕も愛用してます、これソニーの FDR-X3000 というカメラなんですね。これ以外もう1つの選択肢というのが GoPro Hero 7なんです。このカメラをそれぞれどっち使うかによっても、どっちのインカムを使った方がおすすめなのか、僕なりの考えがあるんです。というのは、こっちのボールドを使うと、顔の左側にこの大きなものが、なんならこういうふうにつくわけですよね。ここに存在感結構出ますよね。ともすると重量配分、こっちにちょっと重たくなりますよね。そのバランスを取るためにも、こっちにカメラをこうやってつけたいんですね。そうすると若干バランス取れますよね。でこっち側の風切り音が鳴るんだったら、こっち側もなんなら鳴った方がバランス取れるんじゃないかと思わないでもないんですね。まあ、ただ厳密にそこの違いというのは体感しないで分かんないんですけど、まあ、特にはこの重量配分、重量のバランスを取りたいというのが理由の一つなんです。でこのソニーの FDR-X3000 というのは、ご覧のように長いカメラをしているので、顎にマウントするにはちょっと向いてないんですね。ですのでサイドにマウントした方が使い勝手がいいんです。ただオンボード映像を見せるときに、カメラがちょっと横にずれちゃってると気持ち悪い、それは好きじゃないって方も多いですよね。そうするとそういった方々は GoPro を使われると思うんですね。ちょっと疑似的にやりますけども、要は顎の先っちょにこういうふうに GoPro をつける、つけ方してる方多いですよね。ともするとですよ、顔の左側にインカムがこういうふうにいて、 GoPro が顔の顎の下にこうやっているとしたら、やっぱりこの右側がちょっと軽くなっちゃいますよね。だったらですよ、ボールドじゃなくてスリムにしておけば、サイドの主張、こんなあるかないかわからないようなこんな小さなコントロール部で済む。でかつ重たい部分が後頭部にも回せる、ここですよね。ということで、カメラを横につけるのか前につけるのかというところで、ボールドなのかスリムなのか選び分けてもいいんじゃないかと思います。ただですね、皆さんが必ずカメラ使うわけじゃないと思いますので、じゃあ初めてのインカムを買うのであれば、どっちの方がおすすめなのか、これなかなか難しい話題なんですけども、僕であればですね、スリムを選びます。やっぱりヘルメットに突起物を追加したくないんですね。それが風切り音にもなっちゃうし、重量バランスが崩れて重たくもなっていっちゃうし、バランスを維持したいんですね。ともするとこのとてもとても小型なパクトークスリムっていうのはとってもおすすめなんですね。ただスリムのデメリットが一つあって、今僕ここにパクトークボールと一つ持ってますけど、要はですね、こっちのヘルメットのこのサイドについてこのボールド、簡単にパチンと外せるんですね。本体をこういうふうに外して、またこれを簡単にこうやって戻せる。何が言いたいかと言いますと、ヘルメットを複数かぶり分ける方いますよね。僕もその時に乗るバイクとか、例えば雨の日用のものとかいろいろあるんですけども、複数使い分けたいんですね。じゃあヘルメットが最適な2個あるとしましょう。そういった方多いですよね。2個のヘルメットそれぞれにこのスリム、なんならペアセット、これペアなんですけども、デュオ、
これも僕2個セットで買いました。1個スペア持っとくと出先で充電が切れちゃった時もこれをカチャッと付け替えれば、まあ、ここでライフ伸ばせますよね、まあ、充電しながら給電しながら使う方法もあるんですけども、まあ、2つ持ってると便利なんですが、ヘルメット複数になった時にこれを要はデュオを買わなくちゃいけないのかというとそういうわけじゃないんですね。ヘルメットの中に内蔵するマイクやスピーカーや配線ハーネス類、そういったベースのマウンド部分だけキットで単品で買えるので、それだけを他のヘルメットにつけておけばこのパクトークボールドだけを単体で引っ越ししていくことで簡単に使い分けが成立するんですね。ところがこのスリムっていうのはバラせなくはないけど脱着する前提の作りをしていないので、一度ヘルメットにつけたらずっと固定で使うものなんですね。ヘルメット複数ユーザーだったらボールドの方がいいですかね。もしヘルメット1個ないしはこのデュオを買ってヘルメット2個に装着状態で運用するということであれば、安心してスリム選んでいただいていいんじゃないかなと僕は考えました。これから音質の違いを聞いていただく前にちょっとだけ使い勝手の話をさせてください。実際にですね、このパクトークスリムの JBL モデルを僕はすでにしばらく使っておりました。その中で感づいたこと、気づいたことをお話しします。いい話だけじゃないんですね。まずですね、このサイドのコントロール部なんですけども、比較するとどう見てもボタンが小さくなるんですよね。ここの操作性がどうかというと、ネットのですね、意見を見てるとやっぱり小さい分使いにくいってコメントは多いんですけど、正直ですね、僕がそんなにこのコントロールを触らないライダーだからなのかもしれないんですけど、ここの使い勝手の差は正直さほどないですね。僕はこれで電話をして音楽を聞く、ナビの音声を聞くっていう使い方をするんですけども、つまりはそんなにしょっちゅうここを触る必要がないんですね。やるとすると、まあ、音量を自動調整してくれる機構はついているので、高速道路乗ってスピードを上げて風切り音大きくなったら自動的にボリューム持ち上がるんですけど、それでも自分で音量微調整したいときにボールドであればここをクリクリと回せるダイヤル式のボリュームになっているんですね。ところがパクトークスリムになるとこの下側に小さなプラスマイナスのボタンになっているんです。今このクリックしてる音聞こえますかね。グローブをした状態でももちろんこれは十分に操作ができているので、僕としては操作感さほど差はないと思ってはいるんですけど、ただこのダイヤルが好きだったのでここは好みと考えていいんじゃないですかね。ですのでグローブをした時の使い勝手の差は、そんなにないかな。ただですね、ちょっとネガな部分があるのがですね、これはヘルメットとの相性問題なんですけども、僕は RX7X を使ってるんですが、後頭部にこの本体が来るとお話しましたよね。 RX7X は後頭部に風を抜いてく頭の蒸れ気を外に排するダクトがついていて、そのダクトと思いっきり干渉してます。ですのでこの本体部分が多分他のヘルメットだったらここが隙間なくもっとカチャッと奥まで入るところを、この風を抜いてあげる仕組みがあるだけにちょっと浮いちゃってるんですね。ですのでこう地面に置いた時にちょっと隙間ができます。まあ、ただ当然これ置くようにできているので問題はないんですけど、他のヘルメットだったらここがもっとスムーズになったのかなとは思いますね。であとこれが多分飛び出てるからこそだとは思うんですけども、ヘルメットをこういうふうに手に持ってここの入り口を広げながらこうやって被るじゃないですか。被るときはここそんなに邪魔になってないです。ただ脱ぐときにこれが首の後ろにこう当たりながら脱ぐような脱ぎ方をすると、当然これが首に当たるので存在感を感じることは結構多いですね。脱ぐときの存在感でいうとボールドよりもスリムの方がヘルメットに何かをつけちゃってる感は出ます。ただ被るときでいうと、このボールドの飛び出しとスリムの飛び出しと、当然スリムは横が本当にこれつけてないような感覚なので、被る時の存在感はかなり薄いですね。まあ、そういった違いがありましたので、それぞれやっぱりいいところ悪いところがあるんだと思うんですよね。ですね、ここまで説明してきた内容で皆さんがどういうタイプのライダーなのかを考えていただければ、どっちの方がご自身に向いているのかというのはご想像いただけるんじゃないかと思います。それではですね、実際に iPhone をつないで音楽を流してみます。で、耳元にこのピンマイクつけてみるので、その音の違い聞いてこの動画終わることとします。この JBL のスピーカーなんですけども、
これがですね、音っていうのは主観のものなので、僕の感想でお伝えできるかどこまで、分かっていただけるか本当難しいんですけども、もともとカルドっていうのは音はいいんですよ。インカムを選ぶときに皆さん何で選ぶかというと、おそらくは一番は友達が何使ってるかで選ぶと思うんですね。要は友達と同じメーカー選びたいですよね。ただ一般的なインカムであれば他社とも接続できるし、これも他社と接続できるので、自分がこれ買って損することは僕はないと思うんですね。でそうやってインカムを選ぶときに防水性も気にしたいし、僕は音質で選んでほしいと思ってるんですね。音圧がきちんとある、高音から低音まできちんと出る、どんなジャンルの音楽を聴いてもマッチングがいい、アンプが音をなんか嘘ついてるように作り変えてることも少なくて、それなりに原音に近いというところで言うとカルドは絶品ですね。そこに今回からこの JBL のアンプとスピーカーが入ってきたので、ここの差がですねまた強烈にでかいです。どれぐらい音がいいかというと、まあ、標準で僕はすでにカルドがトップで音がいいと思ってるんですよ。そこからさらにもう一個異次元に抜けちゃったんですね。どれだけ差がついたかというと、普通にオーディオ用のヘッドセットで音楽をこうやって普通に聴いてるのと同じ音質だと思ってもらっていいと思います。僕ゲーム実況やるときに、例えばゼンハイザーの、結構いいヘッドフォン使ってたりとか、出張行くときにソニーのノイズキャンセルヘッドフォン使ったり、僕音楽がとてもとても好きで、昔楽器をやってたこともあるので音質には個人的にはこだわりがあるんですね。そんな僕が、やっぱオーディオ用のヘッドセット、オーディオ用のイヤフォンやスピーカーってやっぱバイク用品とは一味違うなって思うんですよね。その世界観が手に入るんですね。僕は音楽聴くときには、例えばピアノのような、あと弦楽器のようなもの、つまりは最後の音がスッと途切れていくところ、ボーカルの息遣い吐息だったり、弦楽器のこの弦をキュッて指がこう動く時の音だったり、そういったところまで吐息のような部分まで聞きたいんですよね。そこまで聞かせてくれるのはやっぱりカルドの JBL モデルのいいとこですし、さらには打ち込みの音楽 EDM も僕聞きますので、ある程度の音圧、音がはっきりしている性能も欲しいんですね。それぞれきちんと持ってるのは今、そうですね、この JBL モデルしかないと僕は思いました。本当に僕が聞こえてるものをそのまま皆さんにお届けしたいんですけども、ちょっとなかなかそれはできないので、ちょっと擬似的に今から音楽かけますので、それを聞いて判断してください。興味ある方はですね、ぜひぜひカルド、プロショップ認定されてるお店でしか取り扱いないそうなんですけども、そういったところで音聞いてみてください。というわけで今日はカルドのファクトークスリムのJBL モデルのお話をしました。ここまでご覧いただいてありがとうございました。そもそもカルドとは何なのかという前の動画もぜひぜひご覧になってください。引き続きレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上、レイがお送りしました。